はい、皆さんこんにちは。ギガのジュラシックワールドへようこそ。さあ、今回はですね、前回速攻で、リクエストで、このボスね、前回、リンドラプトルの艦隊でやったんですが、速攻で、そのセグノスクスでやってほしかったと、やってほしいと、リクエストをいただきまして、早速ね、こいつ作ってまいりましたよ。セグノスクス。はい、レベル40ですね。レベル40。もう艦隊です。はい、こんな感じで作ってまいりました。頑張ってね、もう50万円ぐらい課金しましたよ。はい。ということで、こいつ、フェニックス44を、こちらの、セグノスクス艦隊でやりたいと思います。はい。まあ、やっぱり、有利属性というか、一応最強の草食竜なんでね、こいつがね。やっぱり、そういう、やってほしいとかね。そういう、リクエストが来たかという、個人的な感想なんですけど。とりあえずね、これ行きましょうか。はい。こんな感じで。前回のインドラプトルの引き続きなんで、レベル15からですね。はい。ということで、有利属性のセグノスクスで行きましょう。さあ。覚悟せよ、フェニックス44。セグノスクスもなんか、生めかしい色で、結構、なんか虹色っぽいような感じで、結構いいよね、なんか。さあ、これワンパンできてしまう。有利なんでね、おりゃ。インドラプトルだったら、もうワンパンできないレベルか。はい、レベル16ということで。レベル 2からの何もしてこないと。ってことで、ほら。よし。この辺はなんか、出だし、こんな感じかなって、いつもこんな感じですよね、出だしは。さあ、4からの3。これはやられちゃうか、普通に。体力はね、やっぱちょっと、インドラプトルほどオーバーはないんでね。あいつは1万超えてますからね。はい。ということで、6900。よし。どりゃー。セグノスクス艦隊。これはなかなかないんじゃないでしょうかね。レベル18。レベル20までいけたら、ちょっと嬉しいな。よし、そろそろ攻撃が来そうなんで、ガードに徹しますかね。さあ、どんな感じだかな。さあ、5からの、何も来ない。マジか。マックスアタック来るってことこれ。ちょっと、マックスガード。マジか。6からの、おお、よかった。危ない。よし。なんとか切り抜けたぞ。さあ、これで、おりゃ。よし。6900とか強いね。よし。レベル19か、これで。よし。4からの、よしよし。何も来ないね。じゃあまた、ちょっとガード待ちしてみるか。うわぁ。これ。おぉ、よかった。マックスアタック来るかと思ったわ。でも、3ガードしてるっていう可能性もあるから、まだやっぱちょっと、ガード待ちしましょう。あー、溜めてるか。溜めてる。ちょっと怖いな、これ。おぉ。ってことは、2ガード。溜めてるっていう可能性もワンチャンあるけどね。とりあえず、こうしておくか。あー、溜めてるか。ノーガードだった時のこの絶望感とか、ちょっとこの、やってしまった感が、ちょっと半端ないよね。さあ、6からだったかな、今。動画がちょっとカクッと止まったんだけど。さあ、ラストのセグノスクス。
けんのかな、こいつ。やっぱしてないよね。溜めてるわ。さあ、もうワンアタックではワンパンできない体力になってしまいました。さて、レベル21。さあ、4、6からの5。うん。耐える。さあ、こんな感じで、あ、もう全くガードしないね、こいつ。ガードしないね。ってことはもうガン攻めで OK みたいな感じかな。もうこれはもう、ああ、まあそうですよね。まあですよね。うん。バトルは続くと。はい。おお、10万、アタック。インドラプトルでも10万アタックはいかなかったんじゃないかな。まあさすが有利属性かつ、まあ最強のセグノスクスっていう、まあ、感じはありますよね。セグノスクス、あの草食竜にしてはめちゃくちゃ強いんだよね。アタックが約5000あるから、体力も約5000で、アタックも5000。本当になんか、こう、こいつだけこう飛び抜けてるっていう感じがするよね。なんか、あの、新世代でいう、こう、マンモス竜みたいな。こいつだけやったら強いよねっていう。こいつ体力8000と約5000のアタックということで、めちゃくちゃ強い、こいつもね。で、こいつもなんか、新世代のなんか他のやつに比べると、いや、他のやつに比べたら、めっちゃ強いんだけど、その他のやつがね、なんか、劣りすぎてる、こういうやつとか、インドリゴセロスとか、来ましたけども、全然アタックが1400とかね、しかない。体力も4600、まあ5000ぐらいしかないっていうね。で、こっちの、メギストクルスとかね、こいつ、まあ結構かわいい、かっこいい、みたいな感じだな。なんか、かっこかわいいみたいな感じで、まあ結構かわいいみたいな意見もありましたよね。こいつもなんか、体力はまあいいんだけども、スーパーレアの、まあ、ハイブリッドの割にはね、うん。ただまあ、アタックがまず残念性の、やはりレジェンドのハイブリッドじゃないとダメなのかなっていう、こいつ、セグノサウルスだっけ、セグノサウルスと、なんとかスクスってやつを混ぜて、できたやつですよね。そうやってレジェンドとスーパーレアみたいな感じだっけ。まあなんかレジェンドがやっぱ強いって感じなのかな。マンモスリウムも確かマンモスがレジェンドなんで、まあそうですよね。どっちかがレジェンドであれば、まあレジェンドハイブリッドになれるということで、まあ、逆に返して言えばそのレジェンドハイブリッド以外はあまり期待できないということなんですよね。それはどうかなと思うんですけどもね、正直。この、スーパーハイブリッドである、このモノステゴトプスね、こいつですら、レジェンドハイブリッドのセグノスクスに全然及んでないですからね。体力だけ唯一多いんだけども、アタックがね、スーパーハイブリッドっていう割には、2000近くしかないという。スーパーレアだけども、やっぱスーパーハイブリッドっていう、その名目ある以上は、やっぱ、セグノスクスをちょっと超えるぐらいか、同等か超えるぐらいにしてほしかったかなという、まあ、個人的な感想ですね、やっぱりね。はい。ということで、まあまあ、ちょっと、語っちゃったんで、ちょっと、もう一回だけ、セグノスクス艦隊で行きましょうか。はい。いやー、もう本当にね、セグノスクス、本当こう、なんか飛び抜けているやつと、なんかそうでないやつの差が激しいって感じですね。ハイブリッドとか、スーパーハイブリッドとかね。はい。さあ、これで、もうガードしてない、こいつ。全くガードしてないね、フェニックス。全くガードしなくなった。ということはもう、そのままぶち込んでいいのかな。レベル23っていうことで。はい。4からの3と、まあ、格殺されるよね。はい。まあまあ、しょうがない。さあ、もう、ここぶち込んでもいいってことだよね。ガードしてんのかい。ガードしてんのかい、ここで。突っ込みたくなりますよね。てか、実際突っ込んだわ。ガードしてんのかいーと、本当に全く。おっと、またかよ。またガードしてんのかよ。
なんかもう本当に読めないな、コンピューターは。おーっと、これギリ耐える。よし。危な。ギリ耐えたわ。ということで、こんな感じで。はい。よし、レベル24。これで。セグノスクス。セグノスクスが強い装飾で出てくるかな。なんかこのゲームって思ったよか、インフレはそんなにしないよね。なんか、ほっといきなり強いやつが出てきたと思ったら、しばらくずーっとそいつのターンっていうか、そいつが最強の座にずーっと君臨し続けるっていうことは結構多いよね、このゲーム。セグノスクスもそうだし、マンモスリウムもそうで、ずっとこう、ずっと結構長い期間君臨するよね、このゲーム。強いやつね、なんか。まあ、そういった意味では、こう、なんだろう、お財布に優しいというか、そういう意味ではいいのかな。ただ、新しいやつが出てきて、せっかく作ったっていうのに、ちょっと残念性能っていうのは、ちょっと本当、勘弁してほしいですよね。さあ、1アタック。はい。ということで、もう、出待ちとかをやらない方がいいかな。おりゃあ、2万9000とかいうダメージ。さあさあ。ボス、レベル26。26とか、初めてだわ。6マックスで来る。はい。ということで、こんな感じで、セグノスクス艦隊でね、やってみましたけども。いやー、まあまあまあ。なんだろうね、ボスが3アタックしかしてこないっていうバグみたいな敵みたいなやつはもうほんとお膳立てが必要ということで、それさえ分かればね、ずーっとなんかできそうな感じするんだけど、いかんせんちょっとお膳立てがちょっとイメージよく分かんないっていうところでね、ちょっと諦めてもらいます。はい、ということで、まあ、今回ね、このセグノスクス艦隊でね、フェニックス44のボスをやってみたと。まあ本当にリクエストで、なんか、やっぱ、まあ案の定、セグノスクスでやってほしかったとかね、やっぱ来たかという、まあ、やってほしいみたいなね、そういうリクエストがやっぱ案の定来たかという感じではあったんですが、まあまあまあ、やっぱり優位属性でね、やっぱ、まあやるべきですよね、こういうのはね。まあ1キャラにこだわるのもいいけども、まあ、優位属性でやってどこまでいけるかっていうね、やっぱそういうのが面白いですよね。はい。ということで今回は、この辺で終了したと思います。ありがとうございました。